イコラ、これは何かのいたずらか？だとしたら柄になく結構やるな。こんなことで褒めるの？努力を求めない人ね。真面目にやってくれ。ザバラ、これが俺の真顔だぞ。わからないか？イコラ、報告を頼む。何者かが対空防衛システムに妨害工作をした。この数時間、通信にムラがある上に防壁の外からは何も入ってこない。嵐のせいなのか、それとも衛星のデータはどうだ？何もいいってことだろう。違う、あるはずなのにない。衛星がなくなってる。そりゃダメじゃないか。戦闘態勢だ。私のところへ急げ。タワー、こちらシティホーク723、応答願います。どのチャンネルも応答がありません。緊急周波数でさえ無音です。何が起こっているのでしょう。前にスピードを出しすぎだと言いましたよね。撤回します。急いでください。急ぎましょう。ザバラ、イコラ、経路を見つけないと。ハブル！おかしい。あのカバルが惑星を爆破せずに侵略しています。つまり、ヤツらの目的はここに。シティ。ザバラ司令官だ。市民に次ぐ避難地点へ集合しろ。ガーディアンに次ぐ、プラザへ集まれ。ケイト。ちょっと待て。ザバラはプラザで英雄ごっこしてる。俺はここでデートの相手を待ってる。短いデートだ。
こっちだ。ハンター、私の武器庫を使え。ここから道なりに行けばハンガーを通ってプラザに出られる。ここにいる市民は任せろ。カバルが力で押すなら力で押し返せ。この規模を見てください。司令船と思われます。だけでなく、トラベラーも攻撃しています。俺のゴーストがこのカバルをレッドリージョンって呼んでる。イコラ、知ってるか？カバルの冷酷な精鋭部隊と聞いている。今まで一度も敗北したことがないとも。それも今日までだ。ガーディアンが粉砕するのだからな。でもザバラ、まずはトラベラーを助けないと。トラベラーのことは後だ。市民の安全を第一に考えろ。相当訓練を受けている。だが負けるか。最後の市民が避難できるまでこの場所を守るのだ。クゾ、シールドの中へ。ゲートを通過させるな。避難シャトルがまだ残っている。
この場所を次はあの司令船だ。ミサイルだ。シールドの中に入れ。まだ来るか。ガーディアンの底力を見せてやるぞ。シャトルが飛び立った。でも預言者の姿はなかった。今から探しに行く。プラザを任せろ。ニコラと行け。預言者を見つけろ。わかりました、司令官。いなかった。レッドリー城、これ以上の犠牲は許さない。私が地獄に落としてやる。ザバラ、イゴラなら預言者を見つける。あの司令船を何とかするぞ。タワー北部に向かえ。アマンドホリデーとそこで合流しろ。司令船を叩き落とせ。ザバラ、頼みの綱のガーディアンを拾ったよ。司令船に乗せろ。急げ。しっかり捕まって。お願い、抵抗して。行くよガーディアン、とことん暴れてやりな。